はいどうも、フィグメント実況プレイパート2ですね、やっていきたいと思います。前回はの主人公である何くん、名前忘れちゃった、ダスティくんだね。ダスティくんと友人相棒のパイパーちゃんと一緒に多分ダスティの夢の中を探検しているっていう感じですね。で、悪夢を追い払うために今は冒険をしているっていう感じです。その悪夢を追いかけているところですね。で、こっちに行ったので追いかけていきましょう。おう、読み込み中。一番最初にいたのが手前だったけど、そこで今真ん中の大脳シティっていうところに行こうとしてるんだね。なるほど、大脳シティ。大脳シティ、ここ覚えてる？思い出探しをしている場合じゃない。あの泥棒野郎を捕まえるんだ。あ、そうだ、悪夢がアルバムを持ってたんだよね。大事なダスティのアルバムを盗んでいってしまったので、それを追いかけてるんだったね。あ、いたいたいた、かまじい。早く捕まえて。こっち追いかけるか。パーティー好きな人の家、ノックしてみるか。悪夢のことは忘れてパーティーだ。パーティーだ。パーティー好きだね。ここは楽天家の家。楽天家の家、うん、笑いは百薬の長よ。人生をジョークだと思ってる人が多いこと。楽天家というかここは怒る人の家。悪夢には腹が立つ。何かをぶっ壊したい。ああ、壊した。ああ、壊してるああああ、プライドが高い人の家。僕は悪夢のような低俗な人間じゃない。レベルが低すぎるよ。僕は悪夢のような、あ、同じだ。ここは解雇趣味な人の家。若い頃は何もかも楽だった。雨の日もなかった。おい、昔のことだ。解雇趣味だね。はい、あ、同じだ。こっちもあるんだ。ああ、手前か。特になんもないよな。ないね。これを集めたりとかそういうことじゃないよね。あれ、そうだわ。バイバーイ。これ何、実績とか。全部壊していってみますね。ここ入ってなかったね。神経質な人の家。悪夢があっちにもこっちにも。助けて。神経質だな。ここは規律正しい人の家。心は壊れてしまった。秩序を保たなければ。大切なのは秩序だよ。これは軸棒。特になんもない。溶けてるこれ溶けてます。何もないな。あ、いるじゃん。びっくりした。上上がってった。ストレスを抱えた人の家。急げ、なんとかしろ。やるべきことをやってくれ。ぐずぐずするな、仕事をしろ。早く急げ。アーリー、アーリー。無関心な人の家。なんだよ、この荒れた心を直してくれるのか。なんだよ、階段かよ。じいじ言ってるね。ちょっと待って、登る前に全部のお家を見たいな。破壊的な人の家。怖い。何もかも焼き払ってやろうか。燃え上がる炎は美しいぞ。言葉になってないな。じゃあ上行ってみる。下は何もないよね。ちょっと見ていきますね。うん、何もなさそうだ。こっちは来たところでしょ。じゃあ上行ってみようか。あ、こっちじゃなかった。道間違えちゃいました。で、悪夢が進んだ道を進みましょうか。もう逃がさないぞ。あばよ。だいぶ待っててくれたね。ぜいぜい恐怖と絶望を楽しんでくれ。なんだなんだ。ゲートがなんか変。人だ。人か。デリック市長。パイパー、懐かしき人を連れてきてくれた。嬉しく思うぞ、ダスティ。市長、何かあったんですか？意識の中のトラウマありで悪夢を解き放ちたり、無慈悲にもこの土地を奪い、恐怖に怯える人々を家に幽閉せしむ。だからあなたは物だったわけ。ゲートから悪夢が出てきたから怖いって。僕はもうあなたのボディーガードではありませんし、泥棒を捕まえて盗まれたものを取り返すだけです。長い間、お前長らく、今一度、そなたの力が求められている。この僕をもう戦う気力なんてありません。僕は過去の人間です。で、腐れる気持ちは理解いたす。では、ゲートがおかしくなった理由をご存知で？折れないんですよ。ゲートから出たる恐怖の大群に、全てが変性意識と化し、手短に願います。どうしたらゲートを直してアルバムを取り戻せますか？ゲートを通りたくば、流れを元に戻さねばならぬ。それには悪夢を倒すこと。実はそれが我らの問題解決の手段でもあり得る。その辺の悪夢を一匹倒せばいいんですね。わかりました。どこにいるんです？黒長の病魔が現れ以来、フリーダム諸島に向かいて消えた。ガスのために失われたる創造性。この苗が道を開くと創造性。読みづらい。苗拾いますか？うまいね、市長。じゃあ一応やるか。待ってよ、私も行く。この心の右側が好きなのよ。それでもうそこに行くしかないのかな。レリック市長のお家なんだ。市長の家か。二度と来るものかと思っていたが。もう一回話しかけてみる。試練が待ち受けておる。いざフリーダム諸島へ旅立つのだ。じゃあ行きますか。ゴーゴー。あれ、ここじゃないの。なんかセリフ変わってたりする？しないよな。変わってないな。ここも特に何も変わってないですね。で、こっちは肥えた土。じゃあここに苗を植えるのかな。うわー、アイデアを育つ感じね。折れないといいけど、鉛筆浮いてるから大丈夫じゃない。すごいね。これは何？どこなんもない。いやー、いいな。フリーダム諸島へ行きますか。じゃあまた階段かよ。階段好きじゃないのね。これの右側だね。このフリーダム諸島っていうのがフィグメントのタイトルのところに出てる絵なんだよね。なんかトランペットの木とかがあるらしい。多分あの見えてる一番上の黄色いやつだと思うんだけど。ああ、フリーダム諸島。心の創造的な場所に戻ってきた気分は？別に。元気出してよ。フリーダム遊歩道。ノックしてみる？返事がない。誰もいないみたいだ。これは？ないですね。素敵だな。綺麗だね。お、また。あ、なんかいる。客人か、全くずうずうしい。お腹に口がついてる。あれはなんだ？見てみましょう。ビョーマの悪夢を追いかけよう。あれがビョーマの悪夢ってやつなんだね。塔のドア、ノックしてみようか。誰もいない？あ、いる。ビョーマは消えな。お前なんかと一緒にいられるか。同じことか。なんだ？あれはビョーマが疫病神だ。吐き気がするほどチームを臭い。この島は俺のもの。待って、どうしたらいい？またな。え、デレック市長が話していた悪夢よ。あれか。ビョーマを追跡しよう。このハンドルは？あ、匂いを消してくれるんだね。おお、すごいすごい。じゃあこれでチンアナゴみたいな、ミミズみたいな。これは赤のバッテリーソケットね。で、こっちは何？危ない。で、ああ、茶色いのやったっちゃいけないんだ。え、ちょっとハマったんだけど、ちょっと。あんなところに回復があるね。これはちょっと後回しにしておこうかな。消えたりしないかな。あ、バッテリーソケットがあるね。これはちょっと待ってね。お家。ドアノックしてみようか。俺たち兄弟は誇り高きお茶の時間の番人だ。だが悪夢には夜間を持っていかれた。夜間に帰ってきて心に平穏が戻るよ。あんたが夜間に火をかける。もうすぐお湯が沸くからな。兄弟たちの夜間も頼むよ。一応じゃあ赤だからこれを持っていこうか。あ、お湯が沸くって言ってたのにこれでお湯沸かなくなっちゃったんじゃない？そうだよね。もう一回話しかけたらなんか変わる？これでさ、緑とか置いてもいい。意味ないか。ごめんね。ちょっと待ってね、すぐ返すからね。で、赤を置いて。よいしょ。見事。あ、でもまた回復あるな。なんだ、うわー来た。あ、逃げられちゃった。あ、こんなところにこれをしてしまったな。で、バッテリーソケットを置きまして、で青がここにあって、でこれをこっちにするのかな。またムービーだ。空から歯が落ちてくる。歯医者の汚れじゃない、恐れは克服したはずだけど、これ避けながら行くのかな。いけたいけた。赤持ってたっけ？乗ってない。こんなところになんかに引っかかったハンドルを引いて、剣でぶったたけ。はい、取れました。ハンドルを取りまして、さあ赤のバッテリーソケット、バッテリーを持ってこなきゃいけないんだね。じゃあまた戻んなきゃいけないのか。オッケー。なんかこのムカデの足がひっくり返ったようなやつも気になるんだけど、これさ取ったらダメだよね。 No way。 そうだよな。回復しとこうか。あ、こっちで回復しとこうか。あ、危ない危ない。左側行けるかな。あ、これでないのからこれか。これかこれか。オッケーオッケー。これで治ったはずだ。これでいけるね。ムカデみたいな。気持ち悪い。で、ここは塔のドアノックしてみよう。ブレブレ特に変わんない？あれ？ちょっとなんか機嫌が悪くなった？おお。こっちは？あ、これ全部電気つけたらいいよみたいなやつ？で、あれ？交互に行ってみる？うわー、ダメだったこれなんか法則あんのかな。で、赤のバッテリーを置いて、ああ、まだ続いてんの。なんだ、お、ムービーだ。またあったな。プレゼントをくれてやろう。うわ、危な。ちょ。ぼーっとしてたよ。苦いお薬飲んで汗をかいてブルブル震える。赤にうなさら目が覚める。さあどうしたらいいの。あ、これをあれかな、返す感じかな。あ、ダメだ。そうだわ。一回避けなきゃいけないよね。で、手前に投げてもらって、時間かかるな。これまだ死んでないのに。虫歯だね、あの歯は。あ、落ちちゃった。そう、逃げられた。歌は受けたね。もっと奥へビョーマンを探そう。フック付きロープ、手に入れました。回復しといた方がいいかな。あ、そこにあるね。じゃあ今回はこれで終わろうと思います。ビョーマンをまた追いかけていきましょう。それではお疲れ様でした。